回のサイトシーイングは愛知県一宮市からスタートです。木曽川の左岸に広がるこの辺りはかつての微細市で、2005年に一宮市に編入合併された地区です。濃尾平野の北西部、木曽川の左岸に広がる一宮市の微細地区。ここは一宮市が想定している最大規模の雨が降った場合、多くの場所で3メートルから5メートル浸水すると想定されています。かつてこの微細地区を襲った大水害について、土木工学が専門の名古屋大学中村真一郎准教授に聞くと、木曽川沿いの災害というと伊勢湾台風が思い浮かぶんですけれども、今日扱うのは別の災害なんですよね。はい、昭和36年に発生したサブロク災害という災害になります。今から61年前の1961年、昭和36年の6月から7月にかけて起きたサブロク災害。兄さん、山を置くって言うから、山を置くなんだいって言って裏の地から川を出したら、もうすでにその時には50メートル先まで独立だから山が来とったもんでね。台風の接近と梅雨前線の停滞による激しい雨で、長野県では稲谷で土砂崩れや堤防の決壊が相次いで発生し、多くの死者や建物への浸水被害が出ました。そのサブロク災害の被害は愛知県でも。一宮市微細地区での被害を写真で伝えているのが、一宮市微細歴史民俗資料館です。サブロク災害はですね、いわゆる旧の微細市の、約8割が浸水したというね、非常に大きな被害だったんですね。サブロク災害で微細地区でも6月26日から27日にかけて激しい雨が降り、床上床下浸水した家屋はおよそ6300戸。小さな河川のほとんどが氾濫決壊し、辺り一面海のような光景が広がりました。水が引いたのは集中豪雨から5日も経った後で、愛知県内では死者行方不明者6人、13人がけがをしました。当時旧微細市でサブロク災害を経験したという男性は、とにかく寒かったね。山上から地面に水出しちゃってね、樽中でいかだ作ってずっと東の方ね、1キロぐらい越えて行った記憶があってね。そして当時この地域は毎年大きな水害に襲われていたんです。実はサブロク災害の2年前なんですけども、伊勢湾台風というね、やはり日本で一番大きな台風ですよね、今のところ、これが発生してまして、この昭和30年代っていうのは頻繁にやはりこの増水とか台風がね起きてた時期なんですね。東海地方で死者行方不明者が5000人を超えた昭和34年の伊勢湾台風。その翌年の昭和35年、長良川が氾濫し、岐阜県を中心に被害が出た8月洪水。さらに翌年の昭和36年のサブロク災害と、この時期愛知県と岐阜県では昭和三大洪水と呼ばれる大水害が3年連続で続きました。最近でも令和の初めにかけて、九州では4年連続で水害が発生しました。100年に一度、50年に一度というような大きな水害が起こる可能性というのはゼロではないと。冠水して水に囲まれた住宅から、住民の方が、救助されました。2017年から2020年にかけて毎年集中豪雨に見舞われた九州地方。特におととしの7月豪雨では九州で死者77人、床上床下浸水があった家屋はおよそ5000棟に上りました。立て続けに起こるかもしれない水害、私たちはどう備えればよいのでしょうか。身近な水路であれ、ちっちゃな川が溢れて
水害が起こるということがありますので、必ず自分たちの身近な地域における水路とか川の場所とかどこが危ないかということを事前に把握していくことが非常に重要だというふうに思います。大切なのは個人の備えだけではありません。先月、一宮市などと消防本部同士で木曽川で水難救助訓練を行ったのは、対岸の岐阜県羽島市。その羽島市で長良川に接している小熊町には、こちらにある大きな石碑、これは何ですか？この石碑は三六災害の時に長良川が決壊し仕掛けたことがあります。その時にこちらの小熊町の方々が集まって、その決壊を未然に防いだことを称える碑になっております。よくぞ守りしこの水防、でかしたり小熊の人々。三六災害では長良川が氾濫し、羽島市では死者こそ出なかったものの、床上床下浸水した家屋がおよそ1600戸にも及びました。小熊の堤防も150メートルにわたって崩れましたが、住民たちが協力して水防活動に励んだことで決壊を防いだといいます。今でいうとどういった方々になるんでしょうか？はい、地域には、特にこの地域は水防団という、地域の方々が組織する団体があります。岐阜県では水防活動を専門に行う水防団を岐阜市や羽島市などに設置。ここ小熊町でもいざという時に備えて住民30人が水防団に所属しています。水位が上がってきたら、河川巡視ですね、こちらの方に土を入れまして、でこれをくくって土のう、一つ一つの土のうになって、これを積んで水を防ぐ。大雨が降った時の見回り活動や土のう積みの作業のほか、平時には災害に備えた訓練を行っていて、地域ぐるみで防災力の向上に努めていますが、そんな水防団にはある悩みが。全体的に人口が減ってきて、なり手が少なくなってきたっていうことが一番問題だと思いますけどね。羽島市水防団小熊分団の団員30人のうち、20代30代の団員は1割程度。岐阜県全体の水防団員を見ても、多くは40代から50代で、高齢化や人口減少の影響もあり、年々団員数は減少傾向にあるといいます。もしかすると今年10年に一度の水害が起こって、もしかしたら次の年に100年に一度の水害が起こる可能性だってあると思います。自分たちができる活動を踏まえながら、地域と連携しつつ対策を行っていく必要があるというふうに思っております。